ヨーロッパデザイン学院はフランセスコ・モレッリによって1966年イタリアに設立されたデザイン教育機関である。デザイン、ファッション、ビジュアルコミュニケーション、マネージメントの実践的教育を年間約1万人の生徒に提供している。数多くの著名デザイナーを輩出している。デザインの総合校では最も規模の大きい大学の一つである。 現在、ミラノ、トリノ、ベネツヤ、カリアリ、フィレンツェ、ローマ、バルセロナ、マドリード、サンパウロの旧都市にキャンパスを持っている。デザインファッションビジュアルアートデザインファッション学部、学院入学は秋学期入学、春学期入学の2期生となっている。入学者選抜は、書類審査、対面のインタビューの2段階で行われる。入学前に、アイド主催のスカラーシップコンペティションを、 毎年開催している。優秀な学生は最大で卒業までの授業料が半額免除になるケースもある。有名企業との共同開発やインターンシップの活動は精力的でありアイドの一つの強みである。アルゼンチンウアデ・ウニベルシダ、アーゼンティナデ・ラ・エンプレーザ・カナダ・エミリー・カー、ユニバーシティ・オブ・アート・アンド・デザイン・ユニベルシテで、 モントリオールコロンビアコーポラシオンキャレギトゥーラー、コロンビアーナウニベルシダホルヘタデオ、ロサノメキシコイデソ、インスティチュットテクノロジコ、ワイデーストゥディオススープリオレスデオオーキデンテアイテズム、インスティチュットテクノロジコ、ワイデーストゥディオス,スープリオレスデモンテレチリドオーク、ファンデーションインスティチュットプロフェッショナルアメリカフィドーム、ファッションインスティチュートオブデザインマーチャンダイジング、ミアド、 ミルウォーキー・インスティチュート・オブ・アート・デザイン・サニー、ステート・ユニバーシティ・オブ・ニューヨーク・アット・ネオン・タ・中国、カフェ、セントラル・アカデミー・オブ、ファイン・アーツ・ノン・トーング、ユニバーシティ・スーチワン・ユニバーシティ・オブ、カルチャーアーツ、上海・インターナショナル・スタディーズ・ユニバーシティ・シバ、上海・インスティチュート・オブ・ビジュアル・アーツ・スヌ、スーチワン・ノーマル・ユニバーシティ・ストヌ・シージ・アジュアン、 知恵だをユニバーシティページの都合上いか略。ありがとうございます。